皆さんこんにちは。日本の女優である萬田久子さん。今回は萬田久子と西野亮廣が極秘で熟年再婚した真相と、息子が手に入れた20億円の遺産や豪邸売却した裏事情について紹介します。まずは萬田久子の履歴とプロフィールから紹介します。萬田久子さんはサスペンスドラマの刑事役やコメディドラマでは母親役、大河ドラマなどの時代劇まで幅広い役を演じ分ける女優です。どこから見ても文句をつけようのない美貌を誇る萬田久子さんですが、若い頃はコンプレックスを持っていました。萬田久子さんの知られざるダイエット奮闘記を紹介します。萬田久子さんのインタビューによると、若い頃は太り気味の少女だったそう。高校生になるとやはり年頃の女性として体型が気になりだし、ダイエットを始めました。今と違いインターネットでダイエットの情報を得ることもできずに、ひたすらキャベツだけを食べ続けるという無茶な食事制限をしていたそう。キャベツしか食べない萬田久子さんを見て、母親からは鳥を飼っているみたいだと苦言を呈されますが、どこ吹く風で萬田久子さんは止めなかったそうです。近くにはスポーツジムもなく、自宅でできる運動ということで縄跳びをチョイス。なんと1日1000回というノルマを設けるハードなものでした。そんな毎日の努力の結果、1年で 20kg のダイエットに成功しました。どんどん体重が減っていく達成感が楽しくて止められなくなってしまったのです。ある日、母親と銭湯に行った時に、ダイエットはいい加減に止めないと、太ももの隙間から向こうが見えているわよと注意されました。萬田久子さんは痩せすぎの状態なのに、まだ痩せたいとキャベツしか食べない拒食症になっていたのです。この当時まだ拒食症という言葉はなかったのですが、止めてくれた母親に感謝していると語っています。若い頃の萬田久子さんは地元大阪府の大阪府立高校校を卒業後、手塚山短期大学に進学しました。道を歩くとすれ違いざまに人が振り返るほどの美貌の持ち主だった萬田久子さんは、ミスユニバースに出場することに。萬田久子さんが NHK の朝ドラに初出演したのは、1980年4月から半年間放送されたなっちゃんの写真館です。物語の舞台は第二次世界大戦前後の徳島県。カメラマンを目指す女性の反省が描かれています。ヒロインは星野智子さん演じる西野夏子。萬田久子さんは西野夏子の親友である武部恭子を演じ、注目を集めました。1981年に出演した映画夏の別れでは大胆なヌードを披露し話題になります。以降全く仕事が途切れることないほど人気女優の地位を保っています。ここからは萬田久子さんのプライベートを見ていきましょう。萬田久子さんは入籍していないため、厳密には未婚ということになります。26年にわたり佐々木チカラさんという男性と事実婚状態で人生を共に歩んでいます。内縁の夫という立場になる佐々木チカラさんはどのような人なのでしょうか。佐々木チカラさんはアパレル会社を経営する起業家です。アメリカでリンクインターナショナルを立ち上げて、ファッションブランドセオリーを買収し力をつけていきました。その後アメリカのファーストリテイリングの CEO に就任。同社の代表取締役である柳井正さんからかなり評価されていたようです。2011年に60歳の若さで逝去しています。二人が出会ったのは1986年のこと。萬田久子さんは知人にファッションショーに誘われました。萬田久子さんは当初行くつもりがなかったのですが、ちょうど大阪から東京に遊びに来ていた母親がもっと観光したいと希望しており、そこでファッションショーに行くことになりました。もしこのショーに行かなければ佐々木チカラさんと出会うことはなかっただろうと萬田久子さんは語っています。萬田久子さんによると、佐々木チカラさんは遊びも仕事も全力投球、まるでジェットコースターのような人生を歩んでいたのだとか、とてもモテる男性だったようで、つい惹かれてしまう一面があったようです。2人はすぐに意気投合し交際に発展しました。二人の交際は密かに始まりました。実は佐々木チカラさんは嫁と子供がいる既婚者でした。萬田久子さんは不倫愛を育んでいたということになりますね。1987年2月に週刊誌が二人の不倫をスクープすると、蜂の巣をつついた大騒ぎに。
萬田久子さんも佐々木チカラさんもバッシングにさらされました。しかし不倫が公になっても2人は別れることなく交際を続けていました。その後の1990年、佐々木チカラさんは当時結婚していた嫁と離婚が成立しています。晴れて入籍することもできたのですが、萬田久子さんは事実婚を維持することにしました。結婚しなかった理由について詳細は明かされていません。どうやら2人で出した結論だったようで、萬田久子さんはもし入籍していたら別れていたよねとたびたび話していると家庭での会話について明かしています。萬田久子さんは29歳の時に男児を出産しています。当時の佐々木チカラさんは既婚者であり、その後も結婚していないので法律上は未婚の母ということになります。当時の社会的背景もあり、出産に踏み切るまでかなり大変だったようです。今では未婚の母親は珍しくはありませんが、萬田久子さんが妊娠した当時は男女雇用機会均等法が導入されたばかりで、まだまだ女性への偏見や差別が多かった時代です。未婚の母という選択肢を取ることが珍しかったことに加え、人気絶頂期だった萬田久子さんに周囲からもったいないと反対されたそう。しかしそんな反対をものともせず、萬田久子さんは29歳で長男を出産しました。その後は子供を出産していないので長男のみで一人っ子ということになりますね。生前の佐々木チカラさんはアパレル会社を経営していました。残された遺産は150億円とも言われています。遺産を受け取る権利があるのは元嫁と3人の子供たち、萬田久子さんの息子、愛人の女性が出産した女児の3組でした。萬田久子さんは事実婚であるため相続権はありませんが、息子は遺産の8分の1にあたる金額を相続したことが明らかにされています。2021年4月の誕生日で萬田久子さんは63歳を迎えます。還暦を過ぎているとは思えないほど若踊りじしい美貌を保っていますよね。近年は西野亮廣さんとの熱愛の噂が浮上しています。2人は交際しているのでしょうか。西野亮廣さんは2021年1月まで吉本興業に所属していた元お笑い芸人キングコングのツッコミを担当していました。絵本作家として大成功し、映画煙突町のプペルの原作者として知られていますね。2010年当時あまり知られていなかったクラウドファンディングを使い絵本の制作費用を調達するなど先見の明がある芸能人としても評価されています。西野亮廣さんは2019年放送のダウンタウンナウに出演した際、20代の頃は女優やモデル狙いだったが、最近は一般人女性が良いと思っていると恋愛観を語りました。それを聞いた MC の松本人志さんが萬田久子さんとはどうなってるのと質問すると、これまで冷静だった西野亮廣さんが慌てふためいたのです。視聴者からは2人の間は何か疑われてしまう事実があるのではとひとしきり熱愛の噂が SNS で大盛り上がりを見せました。そんな噂が消えたかと思われた2020年12月、今度はダウンタウン DX にゲスト出演した西野亮廣さんの発言が再び物議を醸すことに。以前結婚寸前まで行った女性がいたと過去の恋愛を語った西野亮廣さんに、すかさず松本人志さんが「ああ萬田久子さんでしょ」とツッコミを入れたのです。この言葉にスタジオは大盛り上がり、西野亮廣さんは本当に会ったと思う人がいるからとツッコミ返しをしていました。結局のところ、なぜ松本人志さんが萬田久子さんの名前を出したか理由は分かっていませんが、萬田久子さんもコメントを出していないので真相は不明です。萬田久子さんの長男は一般人で、大学を卒業するとすぐに結婚しました。嫁は8歳年上の元モデル、萬田久子さんは同じ年の位の人と付き合いなさいと、そもそも交際も反対していました。しかし息子は授かり婚という形で強引に結婚してしまったのです。萬田久子さんが激怒したことで息子夫婦との間に確執ができてしまい、数年間音信不通だったそうです。結局萬田久子さんが折れる形で和解しています。現在では孫が可愛くて仕方ないんだとか。ニュースポスト7によると、最近は口を開けば孫のことばかり。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。